シューティング。上画面真ん中にレーダーがあって、敵の出現位置、数がわかるよ。ただ、敵を倒しても時期の強化感はないので、ほぼ敵は無視。地上の敵は邪魔なので、基本この位置でやり過ごすよ。そうそう、時期は画面右に行くほど速くなり、左に行くほど遅くなるよ。そして、左右方向足す B で、右の方向に飛べるんだ。まあ、左に行っても何もないんだけどね。左に行けば、左から敵が出てくるのにね。画面左上のヒューエルがなくなると時期が爆発、時間経過で減ってくけど。ヒューエルが多い状態だとワープができたり、画面上の敵を消すことができる。ワープはどこに飛んだのかよくわからないから使わないけどね。ミサイル発射台みたいなものから青いやつが出てきたけど、これがヒューエル回復。取ると全回復なんだけど、撃つと消えるよ。ある程度進むと内部ステージが来て、ここを突破すると次に進む。敵の種類が変わるだけで見た目は同じなんだけどな。抜けて敵の種類が変わったね。これで次に進むよ。まあ下に逃げてやり過ごすけどね。ヒューエルの残りが少なくなって警告音が鳴ったけど、回復は内部ステージ手前あたりにしか出現しないとか、どこかに書いてあったけど、ないね。間に合うからいいけど。今の変な SE と共に出てきたやつは隠しアイテム。特定の場所を攻撃すると出てくるんだけど、こいつも撃つと消える。取らせる気ねえな。風車みたいなやつはこっちの弾を跳ね返してくるよ。同じ速度で。それもあってこの位置安定なんだよ。スコアアタックの人は頑張って。足の部分を破壊。あ、これに限らず地形も含めてアイテム以外は当たると時期が爆発するから。
新しい敵も増えるらしいけど、
本ループを繰り返すゲームらしいね。背景の色も変わるよ。あと少し。撃破、だいたい1分半くらい戦ってたかな。すごい色の海だな。